白の広告物語は白沢犬による日本のライトノベルおよびオンライン小説。イラストはマグチモが担当している。インターネット上の小説投稿サイト小説家になろうで、表表世界シリーズの一作として2009年より連載開始。それが出版社の目に留まり、2011年にアルファポリスから出版された。2013年1月から、 同出版社より富士、マーユによるウェブコミックの連載も行われている。2014年6月から新レーベル、アルファライト文庫として文庫版の出版も開始された。2019年3月時点でシリーズ累計発行部数は57万部を記録している。書籍化に伴い小説化になろうの連載は単行本1巻から5巻にあたる広告動乱編が ダイジェスト版に置き換えられた。連載には、同じく表尾を世界シリーズの白の広告物語、フラグメントという外伝がある。2016年6月1日に改訂された小説家になろうの規約に沿って、開講を実施したものの、9月2日に運営より、本編が削除されたため、掲載の場をアルファポリスに移した。何事も諦めがちな青年が命を落としたが、 龍が空を舞い魔法と科学が共存する異世界で生まれ変わる。白として選定され、アルトデステニア広告の好位継承者となった青年、レクティファールは概念兵器、貢献をその身に受け入れ、傾いた国を建て直していく。そして、まるで彼の登場に合わせたかのように世界は激動の時代へ、エルビヒカイオン公尺かその他歴代公をまたの名を、白の広告。主人公が治める国。 原種は、皇王。首都はイクシード、アルマダ大陸東部に位置する。2000年の歴史を持ち、建国の経緯もあって、世界最大の多種族国家。人口はおよそ5000万。領土に流脈を多く持ち、それにより、土壌が肥沃で、鉱物資源、魔法材料が豊富。そのため、魔法材料の加工をはじめとした、魔導関連技術において、有数の大国。 通過単位は、ギル、補助貨幣はリッツ。政治体制は、君主制国税は、いかなるものも生きることができる国を上層部による、密かな国税は、いつか終わるかもしれない世界を、いつか始まるかもしれない世界を見に、アルマダ大陸有数の大国だが、第九大皇王の継承問題により、政治経済が混乱し、支持貴族の横暴、資源貴族の反乱。 西方連合諸国の介入により内乱状態となったこの世界の知的生命体は多岐にわたる。作中の惑星を起源に持つ者、四海からの移住者、異次元からの難民など、発祥からして異なる種族が暮らしている作中で人と、いえば、知恵あるものを指し、幻影種でも人間種に近い姿を持つ種族は、その多くが種族の壁を越えて交配が可能であるなお、 世界一多くの種族が生活する広告において、一般的な国民と認められる条件の一つが、知能があり、何らかの手段で、意思疎通ができる意識を持つ者であり、それを満たさない、職安種などでも西国民として登録されている。なお、基地的生命体として、いわゆるペットの動物や、この世界における害獣にあたる魔獣は含まない、この世界の分類階級は、種が上位、 族が会。ありがとうございます。